が建設され、以来造船軍港の町として発展を続けてきました。時代ごとに様々な人々が行き交い、数限りないドラマが生み出されてきました。地域の歴史や文化、このプログラムでは時間を超えて遠い日の横須賀に思いを馳せてまいりましょう。歴史の中には21世紀の横須賀を生きる私たちへのヒントが隠されているはずです。羽生結弦です。今1日約3000人が輸血を必要としています。病気に負けない、頑張る。君に救える命、命を救う場所、献血ルーム、献血バス、パワーオブ献血、日本赤十字社、ラブインアクション。みぞろぎ自動車のフロント藤田です。車検、点検、修理、板金などをお考えの方はまずお電話ください。0463-226870、 スタッフ一同皆様のお電話をお待ちしております。朝で防災、皆さんお二人ともね、そういう素敵な時もあるけれど、じゃあ子育てしていつも満面の笑顔でいられるか、一体そんなわけでもなく、いろいろと悩みはどうしたらいいのって思うことがあると思います。今もし悩んでるんであれば、今のお話を聞きたいし、過去こんな悩みがあって、本当困った時こんな風に解決してきましたよっていうのがもしあればお話しいただきたいなと思います。ガラスさん、いかがでしょうか。私は、今3年生と年長さんになって結構話が分かるようになってきたので、子育て自体に今すごい悩みを抱えてるっていう時期ではないんですけど、これからいやー、今年の確定申告はギリギリで参ったよ。うちは青色申告会の会員だからすんなり終わったよ。へえ、おいらも早速相談してみるかな。046-35-5888、辻堂駅前の湘南青色申告会だよ。ちょっと小息入れますか。植木の剪定、害虫駆除の強い味方、金子園。お庭に関することなら046-87-8667まで。金子園が午後2時をお知らせします。時刻は2時になりました。ここからは江ノ島周辺のイベント情報などをご紹介する江ノ電ナビのコーナーです。火災、地震、怪我、事故、
もしもの時の安心サポート AIU、 AIU にしか作れない世界品質の安心を提供します。 AIU、 お問い合わせは通話無料ダイヤル 0120-166-755。 損害保険は AIU。 FM 相模は相模原市と協力し、地震などの災害時における情報を素早く伝えるための災害時緊急情報伝達システムを設置しています。このシステムは相模原で震度4以上の地震が起きた時や東海地震の警戒宣言が出された時に、ひばり放送の内容がそのままこのチャンネルで聞こえるものです。災害時に備え常にラジオを用意しておくとともに、ダイヤルはあらかじめ今お聞きの 83.9MHz に合わせておくことをお勧めします。ね、もう、ね、いい感じじゃないですか。ありがとうございます。これ今ねちょっと話して、うん、ね、楽曲中で話してたりするけど、うんうん、じっくり一人で聞きたいなって、うん、ぜひぜひ、ね、こうゆったり聞ける感じでね。そうですね、うん、まあ、あの大人ってわけじゃないんだろうけど、うん、雰囲気を楽しめる、ところがすごく感じますね。うん、あのなんかね、うなぎ灰